えるこの九州ということになります。過去は6対1と将来の方が利用しています。このところ対明生戦は3連勝中です。でも明生たちが絶対に目を合わせたくない。6時になりました。ニュースをお伝えします。新生銀行は明日予定していた臨時の株主総会を中止すると発表しました。 SBI ホールディングスによる TOB 株式公開買い付けを阻止するための買収防衛策は取り下げられ、経営権取得に向けた TOB が前進することになります。発表によりますと、新生銀行は今日取締役会を開きました。SBI による TOB に対する意見をこれまでの反対から中立に変更した上で、明日予定していた臨時の株主総会を中止することを決めました。